アラスカ州南東部の岩の多い海岸にまだ若い一頭のシャチが座礁した。この出来事が起こったのは7月29日の朝である。発見した地元住民らはシャチがまだ息をしていることを確認してからすぐに米国海洋大気庁に連絡した。シャチは怪我をしているようだがまだ息があります。海洋大気庁のスタッフが到着するまでの間、なんとかシャチの命をつなごうと住民たちはシャチが鳥の群れに襲われたりしないよう常にそばで見守った。また、海洋大気庁の許可を得て脱水状態にならないよう、バケツやホースでシャチの体に海水を浴びせ続けた。海藻が張り付いた岩の間で身動きがままならないシャチは大きさ6メートルほどのまだ若いシャチのようです。岩場で体を傷つけたのか、シャチの体の下に溜まった海水の色は赤く染まっており、怪我の具合が案じられた。シャチがカチカチという音を立てたり、苦しそうに鳴き声を上げている様子を見て命をつなぐために全力を尽くしました。海洋大気庁はこの日の満潮が午後5時半ごろに発生する予定なので、それまでなんとか命をつないで、シャチが沖合まで自力で泳ぎ戻ってくれることを願った。住民らに守られながら絶えず海水を体にかけてもらっていたシャチは少し元気になった。予定より早めに潮が高まり、午後3時に自力でその流れに乗って海へと戻ることに成功した。地元に住むターラさんはその様子を撮影してネットにシェアした。長年地元に住んでいるが、このようなシャチの座礁風景は目にしたことがないと述べた。前夜に発生した地震による影響かもしれないと疑問を綴ったが、後に海洋大気庁スポークスマンは関連があるという証拠はないと述べていました。地震による影響かどうかは不明ですが、地元住民らはシャチの命を救うために全力を尽くし、その結果、少しずつ元気になっていくシャチを見守ることができました。一方でこのようなシャチの座礁風景は珍しいことではあるが初めてではないようで、1990年代にもアラスカ湾のターナゲインアームで2頭のシャチが立ち往生したことがあったそうです。発見した地元住民らは何度も海水をバケツで汲み上げてシャチの体にかけ続けて、その姿は感動的であり、多くの人々から称賛された。人々は自然と共存することの大切さを再認識することができた出来事であった。今後も私たちは自然を大切にし、動物たちと共存していくことが求められるだろう。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。